西伊豆田子の港です。1日1組のキャンプ場へはここから船で出かけます。まずはキャンプ場まで小さな島を巡るオプショナルツアーです。イエーイ、島ワーキング。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。1日1組のキャンプ場を経営しているビレッジインクは2つのキャンプサイトを持っています。1つ目は岩場から上陸するアクアビレッジです。おお、芝生の広場があるんですね、はい、すごい整々としたところじゃないですか。だから、最初にここに入った時はもう全部ここが背丈ぐらいの草が、あ、そうだったんですか、はい、そうです。もう耕作放棄地じゃないけど荒れ地、そうです、荒れ地を、はい、で草を刈って、はい、根気で耕して、で、この芝を生やして、植えてね。橋村社長が自分で楽しんでいた場所を芝生のキャンプサイトに変えました。でお客さんはどこへ？もうここにテントを張っていただいて、はい、もうコテージとかないのでもうテントのみです。何もない？何もないです。一泊一人おいくら？1万5000円になります。結構いい値段ですよね。そうですね。ただまあこれだけのロケーションとこの場所を仲間だけでこう独り占めできるっていうところが売りになってますので。港から10分、船でしか来られない無人島を思わせるところ。大人の冒険がテーマです。もう一つはレンビレッジ、砂浜のキャンプ場です。2カ所とも1泊2日間をじっくり楽しむことができます。アクアとレンと違いは、レンは何ですか？はい、レンはですね、この見ての通り海がですね、ビーチになってるんですね。砂浜なので、アクアはより無人島感が強く、でレンはこちらはちょっとリゾートっぽい感じですね。一組の平均は30人。いつもできない話ができると企業が借りるケースも多いそうです。これからの夢って何ですか？伊豆だけにとどまらず、まあ、日本のいいところって他にも地方にもいっぱいあるので、同じようにポコポコビレッジを作っていきたいな、プロデュースしていきたいなって思ってるのと、その先には海外まで、はい、進出したいなっていうふうに思ってます。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。